2018明治安田生命 J2 リーグ第30節松本山雅 FC 対横浜 FC の一戦、注目の上位対戦を長野県松本平広域公園総合球技場アルウィンよりお送りします。さあ、それでは松本のスタメン予想フォーメーションとともにご覧いただきます、うん、前節のスタメンと全く変わりはありません、はい、3-4-2-1 の布陣で今日も臨みます、うん、はい、そして横浜 FC のスタメン予想フォーメーションです。こちらもまた前節と全く同じと、うん、そうですね、これ、まあ、昔の対戦でね、岩上選手、南選手相手にフリーキック決めてますから直接、うん、そのイメージもあるでしょうね、うん、直接になっていく、まあ、完全にこの南選手が笛鳴ってから味方に指示出してたんですね、ポストのところで。そしてもう一度佐藤です。北爪を狙っていきますが石原が対応しています。シュートを放っていく、ここはナイスキーパー。こういうね、ところをね、はい、レアンドロ・ドミンゲス選手はね見てるんですよ、はい、そして打てるんですね、シュートね。そうですね、前節の最後のゴールも素晴らしいゴールでしたけど、はい、チラッと見てるんですね、あとはもう感覚で。さあ、レアンドロ・ドミンゲスファーサイド、キーパーが敷いた、まだあります。さあ、もう一度エアンドロクロスを入れていきますが、ここは岩上に当たりまして、もう一本コーナーキックです。この岩選手ばっかりに気を取られていると、うん、レスン陣もいるよと、はい、はい、さあ、岩間どこへボールを出す。さあ、その岩間が前線でボールを受けます。クロスを入れていきます、うん、無理だ、シュート、ハンドですね。ハンドがありました、PK、ね、はい、これイエロー、お、レッドじゃないですか。イエローが出ました、うん、これ2枚目ということで退場です、ペスンジン。まあ、やっぱりおそらくわざとしたプレーではないと思うんですけど、あの得点機会阻止ですよね、イエローは出ちゃいますね、これ。あ、これで、あ、リプレイです、まあ、完全にもう入ってたシーンでしたから、はい、あ、そうですね、うん、さあ、祈るようにしてこの戦況を見つめる松本のサポーター。大きな大きな場面です。キッカーセルジーニョ、あー、決まった、触りましたけどね、南触ったがそのままゴールの中へ吸い込まれていきました。先制は松本、前半の42分。まあ、これ南選手は悔しいですね、これね、完全に触ってましたから。そうですね、前向いた。さあ、レアンドロ近くには岩もいますが、その岩に預ける、うん、空いてますよ、前が。さあ、そして佐藤、シュートをここから上げていった、うん、森田よく抑えた。さあ、そしてまだあるか、田所かわせるか、倒れたか、 PK ですか、 PK だ、PK 取れましたね、 PK ですね、うん、さあ、横浜 FC は大きなチャンスを迎えました。さあ、そして非常に左足の精度も高い岩。さあ、後半の大きな大きな場面を迎えました、うん、決まった、うん、1対1同点です。さあ、ここは PK で取られた得点をまた PK で取り返すという格好になりました横浜 FC、うん、さあ、そしてゆりかごダンス、うん、おそらく岩に対するそうですね、双子がね、奪われたという情報がありましたから、はいはい、うん、ここは笛を鳴らして一旦宙を与えます。合わせていった、決まった、最後はポストに当たるような形でゴールの中に吸い込まれていきました。田代選手ですかね、最後田代か、触りましたかね、うん、触ってますね、少し触ってますね、少しコースも変わったでしょうか、うん、触ってますね、そうですね、はい、左へ振る、
として岩間から倒れたがホイッスルありません。アドバンテージを見ています。クロス入れる、カルフィンワピン弾く。さあそして藤田、クラフレと浮かして中身、ここは惜しくも合いませんでした。非常に分厚い攻撃を見せました。田向選手左で、はい、カルフィンワピンと、はい、田代選手が勝ったチャンスですよ。さあ前を向いた北爪、スピードがある、キーパーと1対1、決まった。今のもね、もう1点加えた3対1。松本のディフェンダースンチのミスからでしたから、はい、これは横浜にとって非常に大きな得点ですし、うん、松本にとっても非常に重くのしかかるね、ここねミスですね、これね。そうですね、はい、ランニングタイムで74分です。これを拾った下川、藤田、もう一度下川、ボックスへ侵入、ここはうまいディフェンスだ。横浜 FC もよく対応しています、藤井です。ここで長い笛、試合終了です。3対1、横浜 FC が勝利しました。横浜 FC は今季初の3連勝、首位の松本を下して J1 自動昇格へ大きく前進しました。